藻類とは、酸素発生型光合成を行う生物のうち、主に地上に生息する、苔植物、シダ植物、種子植物を除いたものの総称である。すなわち、新生細菌であるシアノバクテリアから、深核生物で単細胞生物であるもの及び、多細胞生物である海藻類など、進化的に全く異なるグループを含む、酸素非発生型光合成を行う。 硫黄細菌などの光合成細菌は藻類に含まれない。かつては過当な植物として単系統をなすものとされてきたが、現在では多系統と考えられている。したがって、藻類という呼称は光合成を行うという共通点を持つだけの多様な分類群の総称であり、それ以上の意味を持たない。生物を動物と植物の二つに分けていたに解説の時代には、 光合成をするもの運動しないものはすべて植物とみなされた。つまり、種子植物、シダ植物、コケ植物、草類、菌類すべてが植物として扱われた。当初は種子植物を中心に分類が行われていたため、葉や根、花といった高等植物が備える期間を持たない植物はすべて因果植物としてまとめられた。その後、 種子植物との組織の相同性から、シダ植物とコケ植物が、インカ植物より分離され、続いて、従属栄養性である菌類が独立した。その残りが藻類である。藻類の分類は、1819年に、フランスの植物学者である、ジャンバンサン・フェリックス・ラムルーや、1836年に、ダブリン大学のウィリアム・ヘンリー・ハービーが、 階層の色を基準に言ったのが端緒である。階層の色は当初単なる特徴の一つと考えられたが、これは実際には光合成色素の種類を反映したものであり、後の系統分類にもつながる重要な形質であった。今も多くの層類に色名が関されており、緑層、高層、高緑層などの故障が用いられている。1900年代前半になると、アドルフ・パッシャーが、 微細藻類に対して、顕微鏡観察に基づく分類を行った。彼は、葉緑体の色のほか弁毛の様子や、藻類の体制や、生活感等を、総合的に考慮し、階層を含む藻類全体を8つの門に分類した。その一方で、1905年には、ロシアの植物学者であるコンスタンチン・メレシコフスキーによって、 細胞内共生説に関する先駆的な論文が表されており、葉緑体の存在が必ずしも藻類の単形統制を支持しない可能性がすでに示唆されていた。1950年代になると電子顕微鏡が実用化され、藻類の構造に関する知見が急激に蓄積されていった。葉緑体などの細胞小器官の詳細な構造や、 包み膜の数が理解され、それに基づいたリン、マーギュリスによる細胞内共生説が提唱されたのもこの頃である。1964年には葉緑体から DNA が単離されており、藻類を含む真核生物の葉緑体が卵巣に由来することが確定的となった。1980年代以降は分子系統解析が普及し、 生物全体の系統分類法が大きな変革を迫られた時期である。藻類においても、電子顕微鏡による微細構造観察の結果と分子系統解析の結果とを付き合わせて考察することが可能となり、藻類の系統と進化に関する総合的な理解が深まった。特に重要な事柄として、糖が判明し、藻類と呼ばれる生物は単系統ではなく、 系統の様々な部分で葉緑体を獲得した生物の便宜的な集団であることが明確になった。付随して葉緑体を持つ藻類と持たないいわゆる原生生物との線引きの曖昧さが露呈してきた。1996年には病原性の言虫として有名なアピコンプレクサ類から葉緑体由来と思われる35キロビット程度の環状 DNA が見つかり、 揚力体操室の代表例として取り上げられるようになった。2000年代になると分子系統解析の手法はより洗練されたものとなり、黎明期の誤りが蓄次修正されるとともに、新たに考慮すべき概念や現象も登場してきた。遺伝子が系統を超えて伝播する遺伝子水平転移などはその例である。近年では大規模な系統解析も可能となってきたが、 生物の系統樹の中で各所に散らばる総類すべてを対象とし、また十分量の塩基、アミノ酸配列を投じて複雑な解析を行うには、未だ莫大な資金と時間を要する。限られたリソースの中で各研究者が解析を行い、そこから百科総名ともいえる様々な進化説、分類体系が提唱されている。かつては生物を植物と 動物の2グループに対別していたが、研究の発展に伴い、このような2分法は、生物の真実の系統関係から大きく、乖離していることが分かってきた。ロバート・ホイ・タッカーの5解説以降、境レベルの分類体系を再検討した、様々な丸解説が提唱されてきたが、藻類は、植物界や原生生物界に、 その都度ありふられ、各たる場所を与えられてきたわけではなかった。下記はエイディルへ通るに従った区分の例。なお、このような経過から混乱が生じている例もある。2010年、オーランチオキトリウムという生物が石油を生産するとして話題となった。その際、マスコミではこの生物は藻類の一つとして紹介された。そのために、 光合成をするという誤解を生じた部分がある。ところが、この生物は腐食性なのである。実のところ、これの属するラビリンチュラ類は、かつては菌類に分類されていたもので、後に、クロムアルベオラータに含まれるものであると判明した。従って、生活の形態から言えば、菌類と言うべきなのだが、その系統の主要な構成因部分が藻類であるため、藻類扱いされてしまったものである。 石橋五坪淡水や海水といった水権に住むものが最も多い。他に土壌性のものや緑草類のスミレイモのように寄生物として陸上で生活するものもある。小型のものは特に水権では植物プランクトンとして水中の生態系における一時生産者として重要な位置を占める。石など基盤の表面に付着したものは付着藻類と呼ばれる。 低温に耐えるものは極限の表情や氷中に氷雪も流氷仮面などに海氷層類として存在する。反対に出ゆこ米やシアニリオシゾンのように摂氏摂取40度以上の温泉環境に生息する温泉もまで様々である。大型のものについては海産のものは海藻と呼ばれ長寒帯からある程度の深さにわたって生育し場所によっては 森林のような様相を呈する。岩に固着するものが多いので、岩礁海岸に多い。それらは生産者としてのみならず、動物の拠り所として産卵場所、稚魚の隠れ家など、様々な役割を担っている。淡水では、大型の藻類は稀で、少数の緑藻や構想が知られるにとまっている。藻類の中には、他の生物との共生関係を持つものもある。 宿主に光合成産物を提供する一方、保護や移動手段を得る例が多い。また、増殖産後などでは、宿主の石灰質骨格形成にも何らかの役割を果たすものと考えられている。海藻には、食用のものがかなり含まれている。養殖されているものもある。水前地のりやスピルリナなどの炭水産卵巣も食用に供される。食用の藻類以外にも、 細胞外非構造を健在などに、溜め込んだ脂質からオイルを作って、再生可能エネルギー資源として利用されるものがある。他方、赤潮の原因となって、漁業や海産物の養殖場に被害を与えるなど、害のあるものもある。海域では、クロロフィル A、C を持つ軽相や、ラフィドモ、ウズベンモウモが大発生する場合が多く、その色素素性から海水が赤く見えるのでこう呼ばれる。 一方、淡水では、断層や緑層が増えやすく、水が緑色のドロドロ状態になる様子から、青子と呼ばれる。現在、層類であるとみなされている群の分類例。特に大きな群に対しては、ツナイカの内部分類を付した。ありがとうございます。